癒される瞬間、え、何やろ、リラックスする瞬間、動画とか見るときじゃないですか。動画、何の動画？今日バスで見てたのはボクシングの井上尚弥さんいるじゃないですか、うん、のなんかドキュメンタリーみたいなの見てたっす。一日密着みたいな。観葉植物に水をあげて見ながら鑑賞してるときですかね。それ本当に？それいつのタイミング？朝？大きな日の朝、新しいのがポンポン出てくるんですよ、うん、それ見て可愛いっす。食事っすかね。美味しいご飯食べた時に幸せ感じます。特に焼肉行って、焼肉ランダー、タンとビールがもう一番癒される。イッシャンは僕一択っすよ。もう自分のベッドに入ってしまった。一人いつも2時間ぐらい言ったりしてるもんね、イッシャン。最近時もあるし、でクタクタになって、うん、そうそうそう、お風呂入ってベッド入った瞬間、そうそう、お風呂入ってもまだぼやぼやしてるんですけど、眠いんですけどベッド入った瞬間がもう最高。試合日とかだったら昼飯後のコーヒー飲んでる時に、コーヒーの一口目っつってこの瞬間が一番、はい、癒される。癒されるっていうか、うん、気持ちをリラックスできる。練習バチバチにやった後の、あとご飯食って、でなる。でそっから試合行くと。そう、あったりする。癒される瞬間、練習終わりの昼寝です。アラームをかけないで爆睡する。ご飯までの時間をギリギリまで寝るのが一番癒される。一番何も考えず、なんかそういう感じで優吾とかなんかそっち系で来るかなと思ったら案外違うと。え、何なの？いや、昼寝は楽しいですよ。楽しいけど、まあまあ絶対昼寝って癒されるじゃないですか。絶対ね、どんな嫌なことだっても癒されるじゃないですか、うん、それ以外での癒し、実は何の動画見るか、うん、まあいろいろ。でも、まゆちゃんに関しては休日の昼寝じゃないでしょ。じゃないですね。練習後の昼寝でしょ。それもいいですね。めっちゃ上から。全然違う。全然違う。まあ確かに。それはそうだよ。上いとこの昼寝もいい。そう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 。上いとこ。一番。もうくたくたまで練習した時の昼寝。上いとこはもう確実に寝るっす。なんか眠くなるよね。眠くなる。一番癒される瞬間は朝起きてコールドシャワーを頭からかけた。それを意図的に今やってるの？意図的にっすね。苦しいんですけど、もう浴びた瞬間はマジシャワー。すいません、斉藤和美監督の一日の中で一番癒される瞬間ってどこなのかなっていうのをちょっと、まあ、こんなたまいもない話ですけど、癒される瞬間、練習終わって帰ってちょっとゆっくりして一杯目のお酒やな。もう一口目ですか？一口目。ちなみになんですけど、現役中の時とかってそういう瞬間ってあったんですか？ない、全然。別にそれ現役の時それ別に求めてなかったね、うん、まあ先発してたから、まあ、登板 2,3 日前ぐらいはもう、まあ、3日前ぐらいかからもう本当もうなんか一人でいる時間をこうちゃんとこう作るようにして、ね、集中してね。え、今思えばなんか一個なんかこうリラックスできる部分とかあったらよかったのかもなとかと思ったりしますか？いや、思う思う。今そう、あの一緒にやってたメンバーとか、まあ、特に今のレンチとか見てると、オンとオフの作り方がこう上手いっていうのか、ちゃんとこう持ってるなって感じするから、はいはい、まあでも選手たちにはもうあの24時間365日プロ野球選手、まあ、育成選手をねプロ野球選手と呼ぶかどうかっていうその議論にもなってきたりもちろんするかもしれんけど、はい、まあでもこの世界に入ってる以上はね、はい、そういう意識でやってても損はないなと思うし、今からそういうこう意識づけをしてもらいたいなって。だからってこうあんまりこう詰め込みすぎるとパンクしてしまうのも怖いんで、だからそこら辺の
まあ、コーチとかにもちゃんとメリハリはあのつけてくださいって言ってるし、スケジュール的にもあのメリハリつけるようになっちゃう。もう意外と多分どこの軍よりも休み多いんで、休みを作るようにして、やるときはしっかりやろうよっていう。もう選手にもなんか申し付けることも全然してないから、まあ、こう自由を履き違えたらかんけど、そうですね、うん、そこは、まあ、ある程度そこはね、まあ、でもなんかこうイメージしやすいぐらい、まあ、雰囲気いいなっていうのが伝わってきたんで、うん、まあ、またなんかちょっとたわいもない話かもしれないですけど、ちょっと聞かせてもらいたいです。すいません。